はいどうも、リハビリタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回の動画は、腰痛のことを正しく理解するということで、腰痛の定義ですとか、注意点ですとか、それからすぐにできる効果的なエクササイズについてですね、リハビリとケアマネの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。改めてになるんですが、腰痛とは何か。腰痛とは腰、足の症状を伴う場合もあるんですが、を主とした痛みですとか張りなどの不快感といった症状の総称のことを言います。で、推計では日本人のおよそ 30%、大体3から4人に1人がですね、悩まされているというふうに言われています。なので、中でも全人口の、ほぼ過半数を占める15歳から64歳までのいわゆる働く世代に限って言うと、有訴者、いわゆる痛みを訴える方はほぼ6割に上るというふうに言われています。なので、腰痛というのは治療ももちろん大事ですが、予防ですとかセルフケアも含めて早期からの対策ということが大切にはなってくるんですが、その前提としてなんですが、このスライドの次の項目のいずれかに該当するという場合は、背後にですね、腫瘍ですとか感染ですとか骨折などのこう重篤な疾患合併しているというケースがあります。なので、そういった場合は自己判断をせずに早めに医療機関でのですね、診察とか検査をお勧めいたします。これをレッドフラッグというふうに言います。で、一つ一つ解説をさせていただくんですが、まずは発症年齢が20歳未満または55歳以上の方、それから時間や活動性に関係のない腰痛がある、つまり寝ていてもじっとしていても絶え間なく痛みがあるという方、それからがんですとかステロイド治療ですとか HIV 感染の既往がある、例えばがんの病歴があったり、長年こうステロイド剤を使用していたり、 HIV 陽性の方、気をつけてください。それから広範囲に及ぶ神経症状がある、例えば足の放散痛であったり、しびれですとか感覚障害があるという方、それから構築性の脊柱の変形、いわゆる背骨が曲がっているという方、それから栄養不良の方、食生活が不規則で偏食であったり少食であるという方、それから体重減少、いわゆるダイエットをしていないにもかかわらず体重が減っているという方、それから胸部痛、腰の痛みに加えて胸の痛みも一緒にあるという方、それから発熱があるという方がこの対象になります。さらに内臓の問題、これを内部疾患というふうに言うんですが、これがですね、腰痛に関連しているというケースも実際あります。例えば腰痛に腹痛ですとか発熱ですとか倦怠感を伴うという場合は、例えば消化器系ですとか代謝系、胃腸ですが肝臓の問題が考えられますし、それから腹痛に高血圧ですとかむくみがあるという場合は、いわゆる泌尿器系、例えば腎臓等の疾患が考えられます。さらに生理痛を伴うという場合は婦人科系、こういった疾患も十分考えられますので、ぜひこういった場合もですね、専門医の診察とですね、検査をお勧めいたしますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。で、ここからはとはいっても腰痛、まずは痛みに悩んでいるという方も実際多いかと思いますので、すぐにできる腰痛解消エクササイズというのを紹介させていただきます。ただこのエクササイズをやったから必ずすぐ腰痛が良くなる、あくまでこれきっかけというふうに思っていただければいいかというふうに思います。腰痛の大きな原因は腰の周りの筋肉ですとか骨であったり関節等に負担がかかりすぎてしまうということです。特に同じ姿勢、例えば長時間の立ちっぱなしですとか座りっぱなし、それから中腰などの不良姿勢、それから体をこう頻繁にねじる、ひねるなんていう動作をする場合は腰に負担がかかるということがあります。なのでこまめに姿勢や動作を意識して、これを修正し整えるということが有効であって、そのためのエクササイズになるんですが、これは立った状態で次の3つを行ってください。1つは足を肩幅よりもちょっとこう広めに開いた後に、脊柱と骨盤というのが仙腸関節と呼ばれるこの図の赤丸の位置になります。で、具体的にはお尻を触った際に出っ張り、ここ尾骨っていうところなんです。この斜め45度上が目安になります。ここに握り拳を2つこう作って、それを
痛気持ちいいぐらいの強さでこうグーッと押します。でそのまま背中腰の曲げ伸ばしを息を止めないようにしながら10回を目安にですね行っていただければというふうに思います。ただし痛みが強かったりこのエクササイズのところで痺れが強くなるという場合は無理のない範囲で行ってください。痛みを我慢して行うということはかえって逆効果になってしまうということもありますのでぜひご注意していただければというふうに思います。こういった形で姿勢ですとか動作を意識して修正するということで無意識のうちに立ち姿ですとか座り姿というのが美しくなって体の動きですとかパフォーマンスが向上します。さらに姿勢や動作と私たちの思考ですとか感情というのは影響を与え合っているという特性がありますのでこれによって心地いいというふうに感じることでこれが覚醒ですとかリラックスにもつながってさらにこれが腰痛改善にもつながりますのでぜひ参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますのでよろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。